どうもバルです。リムワールドシーズン6続きをやっていきたいと思います。第8話目になるのかな、やっていきたいと思います。なかなかねちょっと進み具合が、遅いかなっていうところなんだけれどもね、ちょっと長々とやってしまうかもしれないけれども、お付き合いいただければありがたいです。ということでね、前回の続きなんですが、この今来てくれている彼たちがあと2時間後にもう出発してしまうと、いなくなってしまうと、それはちょっといただけないにいいと思いつつね、寂しくなるな。また3人の生活に戻りますよ。なのでね、ちょっと今のうちにまあもろもろやってもらったらありがたいなと思うんだけどね。まあもろもろ進められたら、これ幸いかなと思っています。でまあいなくなったらいなくなったらで、ちょっとまたここの、低品質があんのか、ちょっとこの辺も変えないとね。まあまあまあ、ぼちぼちやっていければいいなと思っています。よし、ということで、まあちょっと今のところね特にやることないから、はい、まあちょっと飛ばしていきますかね。ということで、難民が去っていきました。誰も仲間になることなく、はい、アークは最後にこのことを決して忘れないと伝えて去りました。しょうがない、こればっかりはもう致し方ないね。しょうがない、ね、まあ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 、ちょっとね周りにね肉食動物、クーガ君とかね、ワーグ君とかがね結構いるから、ちょっとその辺がクエスト完了、はい、ちょっとその辺が怖いけれども、まあでもね、やっぱりマンパワーがあるとね、発展していきますよ。なので、なるべくね、この仲間を増やしていきたい。仲間を増やしていきたいです。この辺をちょっと一回キャンセルして、これだね。一回キャンセルして、これもキャンセルすると。OK、OK。はいはいはい。で、あとこの2つだけ掘り掘り終われば、スチールを回収してもらいましょう。はい、よし。で、電力は賄えている。だからまあいいとして、建築で壁、花崗岩。はい、柱一つ立てて、ゾーンで屋根ゾーン。はい。の椅子もスツールも作ってあげようじゃないの。いい感じだ。スチール20、コンポーネント2、花崗岩ブロック150必要です。はい。はい。初の花崗岩、火事ができました。了解です。じゃあ先に、折り機を作りましょう。絨毯があると、いろいろ便利。はい。よし。OK。さあ、どうなる？ここね、クーラーがあって、焚き火をしているっていう。最高のこう室内環境だね。暑いのか寒いのか分からんっちゅう。まあ、いいね。じゃがいもも収穫できております。まあ、とりあえずね、仲間が欲しいから襲撃に来てもらいたいんだよね。いい人材を待っているんだけどね、なかなか。まあ、30代、前後の女性。30代、20代の女性が入ってきてくれれば最高なんだけどな。まあまあ、特に今やることないね。さて、来ましたね。面接のお時間です。さて、一人か。53歳女性。いや、裸ではない。物覚えが悪い、厄介者、男嫌い。しかし優秀だ。しかし優秀だな。まあすぐに来るみたいだけど、どうかな。これはもうバロさん起きてるんだったら、これでこうして、もう迎え撃つよ。サブマシンガンで、バロさんサブマシンガンで迎え撃ちますよ。
当てるね。素晴らしい。さて逃げろ。あ、なんてこと。思いのほかあっという間に終わってしまったな。そしてね、今、水力発電3基目を作っている途中です。うん、ちょっと2基じゃね、時々その余剰電力がなくなってしまうんでね、ちょっと3基目を作っております。そしてこれがねできないんだよね。まあいいんだけど、もう資材は集まってるからね。あとはこれを作りの、まあ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 、あとは大丈夫でしょう。よし、じゃあまあどうかな。あっという間に終わっちゃったけどな。できた。しかも傑作。ほい。あ、素晴らしい。終わりだ。素晴らしい、木製ビリヤード名品ができましたよ。素晴らしいね。これさ、あ、娯楽系指数が上がるんだ。へえ。素晴らしいですね。素晴らしい。いいじゃないですか。いいぞ。そしてボロボロの衣服を着ている。これは良くない。まあご飯作ってるね、バルさんね。まあご飯かかり欲しいよね。その料理ができる人。料理ができる人欲しいね。早いうちにね。そして仮装はしてくれねえな。しょうがないね。はいはい。もうちょいだな。アレン、ちなみにホリホリは2レベル2。もうちょっとかかりそうですね、レベル3になるのは。さてさて、でもまあとりあえずちょっと落ち着いてきたんじゃないのかな。食肉に加工中。それ、お、なんだなんだ、クマだな、クマ。さてさて、あとはまあちょっともろもろ運んでもらって、あ、いいね。娯楽がすごい上がる。素晴らしい。早くテレビが欲しい。テレビ最強説だからね。テレビが早く欲しいです。そしてペミカンも全然減ってない。素晴らしい。あ、これやっぱもう一個つけないとダメだ。これダメだ。やっぱり。はい。で、これで、余剰が1880。まあ、これだけ、電力余ってれば大丈夫でしょう。なぜ置いていった、あれ、なぜ置いていった、なぜ置いていった。まあいいけど、まああとは仮装してもらいましょう。とにかくね、仮装してもらおう。仮装してもらうのと、あと電気ストーブを、作らなければいけない。よし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 、いいぞ。ブロックはあとじゃない、825ある。もう少し溜まったら、この壁を花崗岩に変えていこう。それか先に壁を作るか。外壁ってやつだね。先に外壁を作るか。どっちがいいんだろうな。先に外壁作った方がやっぱり安全かな。待て。これもダメだ。ダメになってるさ。はい。あれ、ダメだ。米収穫中。落ちてない？お肉落ちてませんか？そううまくはいきませんか？そうですか。まあしょうがないな。まあまあまあ、ご飯はねとりあえずね今のところあるから、まあまあ後回しでもいいんじゃないかな。秋5日目。よし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 。よしよし、これでようやく暖房ができますよ。寒い夜から解放されるね。コンポーネント仮装中。いいね。よし、ここでようやく仮装が始まる。ラルクアンシェルだね、仮装。いいぞ。はい、OK。で、26度。はい、建築レベルが上がりましたね、バロさん。よし、これであったかほかほかで寝れますよ。あったかほかほかで寝れます。素晴らしい、素晴らしい。あともう一人。あー素晴らしい。44、薬草44、いいじゃないですか。素晴らしい。え、何ですか、なめし川の帽子。あー、しかも周品最高だ。よし、じゃあバロさんはあとこの帽子類を作ってもらおうかな。どっちがいいのかね、ウォーマスクとね。
まあ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 、とにかく。でもまあいい、娯楽が満たされない。嘘だろ。そうか、ウィル欲張りだったな。なんか来たな。はあ、はあ、異文化を学ぶことを興味を示しているそうです。10日間彼をもてなすことを求めています。ボテーナは全ての仕事を行いません。高品質な宿泊環境を高く評価しています。はははは。いやー、これをもらって12日間でしょ。これをもらってアルコテックデバイス、あー、これをもらって売ろう。よし。で1人、はい、おっと、はい、君ですね。何もしないでしょ。本当に何もしないな。しかも戦闘すらできねえし本当に何もできねえな。まあまあまあ、じゃあ、はい、まあいいか。で、もう一つ低品質をこうして、もう一個あったでしょ、これを。はい、よし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 、 OK。よし、じゃあこの人を12日間、かくまうっていうことだね。よしよし。はい。まあ、別にどこでもいいんだけどね。ボテーツ。うん。ボテーツさん。はい。まあ、ここでいいんじゃないの？別にどこでもいいけど。あれ？外気温28度だな。はい。じゃあここをボテーツにして。はい。よし。これで OK。丸まったが下の突っかくやってきました。素晴らしい。それでは糧になっていただきましょう。言うてもご飯はあるからね。うん、言うてもね。あと洋服とかさ、ちょっといい加減売りたいね。布231しかないじゃん。全然足らない、全然足らないね。うん、まあどうかな、時間ちょうどいいかな。ということでこの辺で今回は終わりましょうかね。次回またこれの続き。ちょっとね、仲間をやっぱり一人入れたいなって思うんだけれどもね。まあまあまあ、とりあえず、今回はここで終わりたいなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ダメか。